はい、どうも、こんにちは。僕です。13騎兵防衛圏続きをやっていきましょう。今回はね、こちらの冬境より編をね、やっていきたいと思います。たまには女の子の話もね、見ていきたいと思ってます。これ読めないんだよね。芥屋鬼長って読むのかな。商店街、うさみちゃん、いつもの3人。そ猫こちにゃん、猫またいが、たよ。そこに猫が、猫どこ、なんか今左上に出たよね。もうどっか行ったんじゃない。私の前の席に座るうさみちゃん、うん、赤いメガネにおさげの少し変わった女の子、うん、白いタイツ、おっとりしている親友のミワちゃん、うん、男子と喋るのは苦手でも恋愛話は興味津々。ミワコちゃんね、この辺野良猫多いよね。誰かが餌あげてるのかな、うん、なんで急に喋り出したんだ。考えるとドキドキする。うん、一目惚れしちゃったなんて。一目惚れ、笑われないかな。一目惚れしたんですか。あの猫ちゃん、毎晩あの夢で夜中に目が覚めるもんだから、うん、眠い。関ヶ原 A 君に一目惚れしたんですか。あんな猫珍しくないでしょ。どこにいるんだ猫。いおりちゃんも見たでしょ。同じ猫ちゃんだよね。ほら、あそこ。どこどこ、いなくない。猫どこ、どこや。もうどっか行ったんじゃない。いないよ。この辺野良猫多いよね。話がループしてるね。誰かが餌あげてるのかな。この後、うん、レコード屋にも寄るんだよね。うん、レコード屋、アイドルの新婦だっけ。誰だ、稲葉みゆきかな。谷口くんにちょっと似てるの。そんなにいいかな、あいつ。谷口くんはいいやつだよ。学校には楽な男いないもんな。いいなって男子一人もいない。恋は素敵よ、うさみ。あみぐちくんって、うん、高校ではバスケやらないんだって。中学生でもやってたんだ。もったいない。小学校ではサッカーだったね。へー、秋田の一言でやめたけど。いおり、あいつと同じ小学校だったの。そうだよ、4年の時。私もなっちゃんも一緒のクラスだったの。なっちゃん、ああ南夏乃のことか。どうやってね、うさみちゃんはこの学校に溶け込んだんだろう。お話途中だったよね。何の話。遠くから見つめるだけでも心がとても満たされるの。100歩譲ってそうだとしても、クラスの男なんてどいつもこいつも、うーん、森村の前だと胸元見るやつばっか。ああ先生のあの胸なら男子の反応もわかる。見るでしょ。私は網口くんかっこいい。美和ちゃんラブレター出すの。え、今週運勢は。ラブレターって運勢気にするんだ。そうだよね、初めて聞いたわ。告白って勇気がいるよね。いおりちゃん、あ、ごめんごめん、こっちの話だから。なんだ、うさみちゃんに話しかけられないんだよな。お話途中だったよね。話遮らない方がいいのかな。軽すぎるよあいつ。美和子の趣味はちょっとおかしい。そんなことないよ。おっとりしてるな。ゴート先輩もかっこいい。ゴート先輩より今は食いけよ。もっと食べたい。どうしようかな、私も賛成。いいね、どこに行こうか。美和子行くぞ。甘いもの行っとこう。今日は割と暑かったから、なんか左上にね、なんか出てるんですよね。いやいや、それならクレープでしょ。いおりちゃんに決めてもらいましょう。何と何って言った。ソフトクリーム、新しいの増えてるのよ。どんな味かしら。いおりちゃんも気にならない。おっとり系だよね。クレープの焼けるいい匂い、ほらするでしょ。
たまんない。クレープ派なんだな。ソフトクリーム、うさみちゃんと同じで新しいの増えてるのよ。今はクレープの気分かな。悪いな、みわこ。じゃあ決まりね。行こう行こう。どっちでもよかったな。なんで、あ、もう買ってきたんだ。すげえな、いちごのクレープ。いいな、食べたいな。みわちゃん、いつものチョコバナナにしなかったの？だって大盛りいちご半額よ。半額、食べちゃおう。気に入ったね。私も。それでどう？いちご、いちごだけ、いちごだけ食べてるよ。口がパリパリでクリームたっぷり。そうだ、基本ツナマヨにしたらいちごだけ食べる。猫も寄ってきたかも。ツナマヨダメだよ。クレープなんてあげちゃう。ツナマヨ、私猫ちゃんのカリカリ持ってるから。あげるならそれにして。この辺の猫に餌やってるのはお前か、美和子。じゃあ今度猫見かけたら。その猫って尻尾なんでしょ。喋る猫だよそれ。あ、うん、太っちゃうかな。気にしてるのかな。ちょっと食べ過ぎかもね。いより、さては色気づいてダイエットだな。まさか例の彼と進展あったの？ないってば。学校にはろくな男いないもんな。恋愛を語るって書いてある。いいなって男子一人もいない。なんかまた話戻ってないですか。恋は素敵よ、うさみちゃん。あ、いるじゃん猫。遠くから見つめるだけでも。どうしよう。ああ逃げられちゃった。うさみちゃん見た？猫ちゃんまたいたよ。もうちょっとさ、猫どこ？機敏に動こうよ。押せよ。もうどっか行ったんじゃない？何？これ待ってれば出てくるのかな。これ話、誰かが餌あげてるのかな。これ話戻ってるよね。あの猫ちゃん、学校にいた猫ちゃんかも。うん、あんな猫珍しくないでしょ。しゃべる猫ですよ。いおりちゃんも見たでしょ。見た見た。同じ猫ちゃんだよね。そうだね。あ、来た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 よ。ほら、あそこ。この後レコード屋にも、うん、あれ、アイドルのボーカルの子がね、あ、見た、聞いたよね。聞いたよ。さっきと同じ話してるよ。いいって。恋は素敵よ。あ、猫のおやつだ。遠くから見つめるだけでも。あ、逃げられちゃった。うさみちゃん見た？猫ちゃんまたいたよ。これじゃないの？これ使えばいいんじゃないのかな。猫どこ？一瞬だけ出てくる。同じ猫ちゃんだよね。多分そろそろ出てくる。ほら、あそこ。逃げられた速攻で行っちゃうんだよね。なんだろうこれ、どうしたらいいんだろう。ほら、あそこ。速攻で逃げるんだけど。この後レコード屋に、うん、アイドルのボーカル。恋は素敵よ、うさみちゃん。あ、遠くから見つめる心が。どうしよう。どうしようじゃない。やっぱ譲ってそうだとしても、クラスの男、森村の前だと胸元見るやつばっか。先生のあの胸なら。逃げられちゃうな。うさみちゃん、恋は素敵よ、うさみちゃん。遠くから呼びかける。だけでも、おーい、みわちゃん。かわいいな。ここ。ああ、待って。かわいいな。カリカリ出す。やっとだよ。しゃべれ。食べてくれたね。よく似てるけど、ん？学校にいるのとは模様が少し違うよ。違う猫なの。猫ちゃんか。じゃあ喋らない猫かな。しっかり猫見てたよね、いおり。正門のとこで比べと。あ、あれ見てたの。なんかあったの。うん。この猫はじゃあ喋らない猫なのか。ちょっと変でしょ。あいつと何の話してたの？それは。いつの話だ。返そうする。
向かいそう桜高校正門前、いつも眠そう。なんだ、まだ8時10分。かわいい。みよ、この余裕の早起きしようと思えばできちゃうのだ。よりごとね。今日は急がなくていい。あ、猫ちゃん、早起きはこんなにお得だなんて。これは喋る猫だろう。おお、寝てる。おはよう、冬坂さん。うん、し、静かに。ああ、猫か。うちの近所にいるノラと似てるな。兄弟かもね。それが喋る猫だよ。クラベ君、じゃあこれ喋らない猫なのかな。今も見てるの？時々見てるよ。私もまた見たの。クラベ君が前に話してた地下に埋まった UFO の夢。ターミナルの話でしょ。時系列的には、ユリ、おはよう。めぐみちゃんがいる。サミちゃん、何話してたの？ね、猫見てたの。あー、そっか、めぐみちゃんと、めぐみちゃんとうさみはね、めぐみ同じ年代なんだよね。毎晩あの夢で夜中に目が覚めるもんだから。はあ、眠い。さっき言ってたね、UFO の話を思い出す。階層の中の階層に行っちゃう。すごいね。宇宙船の遺跡、夢の記憶、地下300メートル。何これ、何これ、アクションゲーム、アクションっぽい。何してんだクラル君。よかった、重労呼びつけ。一人で調べに行くなんて。何ここ、え、泉重労なんだけど。泉だよ。君に何かあったら僕は。重郎、やめて。拒否。あなたの気持ちは嬉しいけど。なんで。今は何も考えられない。そういう互換気持ちにも答えられないの。そうか、僕もどうかしてた。こんな時に告白なんて、君を混乱させるだけだ。泉重郎君は全て片付いたら、イオリちゃん好きだったの。いつからじゃあめぐみちゃんに乗り換えたんですか、つかさくんだ。この衝撃の原因何か分かった？沖野くん、つかさくん謎。途中にあったでしょ、動かなくなった怪獣。あれが下に落ちてきてるのよ。トンネルが塞がったから地上に戻るには別の道を探さないと。急いで戻ったって意味はないさ。地上には誰一人いやしないんだ。どうなってるんだこれ。何年なんだろう。何もないな。思い出したんだろう、お母さん。救えなくてごめんよ。いいの、ここを調べてる間は気が紛れるもの。向こうの端末見てくる。これ夢なの。森村さん、悪気はないんだ。気にしないで。このブロックデータだけなのに3日かかって解析度 1.2%。 ほんま、データ密度が桁違いに高いわ。でもシステムの論理的な構造は私たちが使ってるものと似てる。なんでそんなに沖野くんが言うような理解してるの。宇宙人の遺跡なのだろうか。何これ、何なのこれは。これは何の装置だろう。驚くべきものさ。沖野くんは何を知ってるんだろう。僕の推測では、これはある種の転送装置だ。なんかそんな感じがしますよね。そんな顔せずまず聞いてよ、装置と関連するデータを見つけた。量子力学の授業を取ってたでしょ。え、物質の転送なんて不可能よ。ここにある異星人の設備は僕たちの科学では測れない。
異星人なんだ。正しければ突然消えた人たちもこれで説明ができる。突然消えた森村さん、君の両親も消えたの。二人ともちょっと見てくれ。この三人以外は誰もいないってこと？解析に時間がかかったけど、うん、データの中にこれを見つけた。何かな。何？東京。何これ。この遺跡の全容か。大きいな。あー、これがターミナル。全長 30km の物体が街の真下に埋まってる。そんなでかいの。まるで巨大な円盤ね。そんなでかいの。ターミナルじゃないね。埋まった UFO の中に僕たちはいるわけだ。しかも UFO。 ここは地上からたった 300m よ、うん、こんな大きなものが今まで見つからないはずがないわ。そうだよね。森村さん違うよ。地下 300m。 意図的に隠していたんだ、おそらくね。政府による宇宙人の隠蔽か。まるで20世紀の映画だな。直径30キロってすごくない？怪獣たちはこの円盤を目指して穴を掘ってるの。やつら何がしたいんだ。これがやっぱターミナルなんだ。そんな感じがしますよね。このデータと関係がありそうだ。何これ。円盤から出てるこの信号、カウントダウンしてる。君たちに何に見える？これはカウントダウンだわ。だよね、数減ってるよね。怪獣が中枢に接触してから、うん、信号は動き出している。え、信号？これどうしたらいいんだ。もっと調べた方がいいな。泉くんがね、泉十郎くんって、元気な泉十郎くんって初めてですけどね。今回カウントダウンがゼロになったら何が起こるの？浦部十郎くんと全然違いますね。重力波の異常とも関係してそうだ。円盤が飛び出すとか。解析を続けよう。これ桁が分かんないのに、あと何秒調べるんだ。何秒じゃないのか。これ終わってしまいました。カウントダウンまだできるのかな。あ、より編はまだできるんですね。ほんとね、分岐はあったのか。分岐ありましたね。食べ物の話題、クレープを食べるか、ソフトクリームを食べるかで変わるの。こんなに分岐してしまうんですか。そっから先は変わらないのか。猫のおやつ、またじゃあね、次回もよりちゃんのパートをやっていきたいと思います。次回はね、ソフトクリームを食べていきたいかな。今回はね、なかなか猫にね餌があげられなくて手間取ってしまったんで、余計な時間を取ってしまったんですが、まあ今回はここで終わりにしたいと思います。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。ではまた。